次はですね、そう言いましたけど、ちょっと軽めの曲を歌いますね。息切れしますけど。<笑>じゃあ、次はですね、最初の曲は、まあご存知のドライブ・マイ・カーですね。これはナンバーソングでしたね。次も同じラバーソウルだったかね。そうでしたね。はい。In My Life という曲をちょっとやらせていただきたいと思います。
うるさかったですね。最初失敗しちゃいましたね。一切目しないと失礼しました。こんなところで失敗するなんてね。そうそうそう、ライブは練習で絶対失敗しないところ失敗するっていうのがライブですね。さて次はどんな失敗するかな。ありがとうございます。手違いがありました、すいません。曲順間違えた。気を取り直して。Thank you.
ナギタジェントルですね。いや楽しかったです。もう今日は笑わせ方が難しいよね。どこで笑おうか。じゃあ次は、シドロもなんか舌回ってた。ちょっと全然回ってなかった。滑舌が。やっぱさっきうまくいったんだけどね。じゃあちょっと英語って難しいね。まあ所詮ね日本人ですから。ね。あるあのバイリンガルの元友人ですね、英語で歌を聞かせたら何言ってるかみんなわからないって言われました。日本語って英語と似てるんだねって言われました。ジュパン、ね、みたいな感じですよね。そうですね。いや、本当に全力しまったのって言わない。アルコールが不足してなと思うね。まあ、それまで。行きましょうか。
ません。ですね、あっという間に飛ばしてきまして、最後の曲になりましたね。名前の最後ですね。ジョン・レノンのお誕生日かつポール・マカートニー3度目の結婚なんていうニュースも流れておりましたいいですね、ポール・マカートニーもね、本当に51歳の慰謝料大変でしたよ、慰謝料大変でしたよ、ヤムラはと言わない今おめでたいことだそうで、で、まあ、昨日ジョン・レノンの、ね、誕生日にちなんで一曲、じゃあジョンの曲を読みましょうか。Don't let me down、 本当の女房こそポール・マッカートニーに捧げたいですね。わかんないけど分かる人は分かる。ワン、ツー、スリー、フォShe's a
吉武さんからもいろいろとお話を伺おうと思います。もうしばらくお待ちください。